はい、皆さんどうもこんにちは。今回は、お菓子で購入してきたものを紹介していきたいと思います。 1D&A ポンです。今日買ってきたお菓子はちょっとまあ面白いかなと思って買ってきました。それはこちらです。シャカシャカグミです。これはフルタイプかな。まあ、フってなんかグミが変身して酸っぱひんやりになるらしいです。酸っぱくてひんやりするグミになるらしいです。ってことは夏、今もちょっと冬なんですけど、夏にやったら普通グミって生温かくなるじゃないですか。でもこれで粉をかけてこう振るとなんか冷たくなるって書いてあるんですけど、今回はどうかなと思って今回はちょっとやってみたいと思います。説明がこのように書いてあります。まずここには星かイルカかクジラかな、こういうものがもしかすると入っているよということで、ちょっとね、入っていることを願いたいと思います。で、これやり方ですね。まずは、この袋を開け、それでここの中にこういう小袋が入っていて、その粉をここの中に振りかける。3番、振るですね。こう入れた時にこうやって振る。で、これが、終わったら、取ったら、ひんやりしてて酸っぱい。っていうものですね。何回振るんだろう。よーく混ぜるって書いてあります。じゃあ、開けます。特別な形が入っているかも。入ってるといいですね。やばい。ちょっと変な開け方。やばい。よいしょっと。あ、なんか面白いですね、形が。こんな感じ。ちょっと見えにくいかな。お、なんか特別な形が入ってた。こんな感じ。で、小袋が1枚ですね。なんかべっとりしてる。なんか特別な形が入っちゃって、ちょっと待っててください。はい、全部こちらから切り取ったじゃなくて、抜きました。こんな感じですね。あ、ちょっと待って、これ関係ないのが。星が、こちら、二つ。星なのか人手なのかわかりませんが、ありました。で、次、アザラシ。これアザラシだったんだ。クジラかと思った。クジラとかイルカとか。多分これ必ず何個か入ってるんだと思います。私三つ入ってましたね。こちら。かわいいですね。で、本来の形なら、こんな感じなんですよ。本当になんか化石みたいなもの。なんですけど、形がね、ちゃんと可愛くできていました。袋の中に入れます。じゃあ、早速やりたいと思います。こちらの小袋を。なんか今からお薬も飲みますみたいな。ベタベタするこれ。色は?色白かな?うわ、なんかお薬みたい。見える?これ、白なんですよ。うわ、お薬みたいだ。じゃあ、投入します。入れます。匂い、あ、なんか匂い酸っぱい。何これ?めっちゃしょっぱ酸っぱい。します。じゃあ、入れます。粉が。やば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 。これをしっかり締めて振ると。あ、どうでしょうか。かなり振りましたよ。開けていいのかな。多分いいと思う。開けよう。なんかみんな白いよ。大体合ってんのかな。でもこの白いのが消えないからね。いいのかな。
アザラシが、顔が。全然ひんやりしない。全然ひんやりしない。じゃあ、食べてみます。これ、アザラシ食べるの？いくよ。いきます。しょっぱ。ん？しょっぱい。しょっぱいし、しょっぱい。なんか。あ、ほんとだ。なんかひんやりする。本当だ。まさにこれですね。酸っぱひんやりパウダー。これですね、まさに。なんか、一瞬食べたときは、ん？って思ったんだけど、なんか、ずっと食べ、なんか噛んでると、なんか冷たい。うん。でも、その上は冷たいじゃない、ないんだけど、いいんですけど、なんか、なんとなく冷たい。グミって、なんかぬるいなんかそんな冷たくないんですけど、これだと、なんか冷たい。うん。なんか少し冷たい。で、なんか、一番最初はめっちゃ酸っぱかったんですよ。でもやっぱり、なんか、噛んでるせいか、酸っぱいのがなくなってきます。一瞬だけですね、酸っぱいのは。あとまだまだこんなにあります。ぜひ、皆さんもシャカシャカグミを買ってみてください。あれ？私何食べる？あ、私ソーダ食べます。多分、青色だったっけ？多分青色だと思います。じゃあ皆さんも買ってみてください。それではバイバーイ。